参考、竹原春、泉が、絵本百物語より、のぎつね。図説日本妖怪大全などの水木しげるの著書で、篠崎狐の挿絵として用いられている。篠崎狐は、江戸時代の祈談集、梅沖な随筆に登場する化け狐、ね。武州篠崎村に、四匹のいたずら狐が住んでいた。ある夏の日のこと。 草原で狐たちが昼寝しているところへ、一人の行商人が通りかかった。商人は日頃のいたずらの仕返しとばかりに、大声で狐たちを脅かした。狐たちは飛び起き、慌てて駆け去っていった。その日の夕方、行商人が地人宅に立ち寄ると、その家の女房が亡くなったとのことであった。家の主人は延べ送りに行くと言い,い、行商人に留守を預けて、家を出て行った。 行商人がその家で主人の帰りを待っていたところ、女房の亡霊が現れ、行商人に噛みついてきた。行商人は悲鳴を上げ、血を流しながら逃げ惑った。そこへ通りかかった農夫は、さては、あのいたずら狐に化かされたかと、行商人に水を引っ掛けたところ彼は正気に戻った。反省した、行商人は、あの狐たちが昼寝していた場所へ行き、 こまめ飯と油揚げを備えて謝ったということである。ありがとうございます。